ウィリアム・ウッド・ビル・ロック・ヒル・ウィリアム・ウッド・ビル・ロック・ヒルは、アメリカ合衆国の政治家、外交官、東洋学者である。1854年、ロック・ヒルは、ペンシルベニア州フィラデルフィアにおいて、トマス・キャドワ・レーダー・ロック・ヒルとドロシア・アン・ウッド・ビルの二西として誕生した。ロック・ヒルは、フランスのサンシール陸軍士官学校に学び、この時に、チベット語の学習を開始した。卒業後は、 北アフリカでフランス外人部隊として働いた。1875年にアメリカ合衆国に帰国しニューメキシコ州の牧場で働いた。1881年から再びヨーロッパに渡り3年間に渡ってチベット語、サンスクリット、中国語を研究した。1883年から北京にあるアメリカ合衆国交換に勤務した。この時ロックヒルは ラサを訪れる計画を立てた。その計画は叶わなかったが、中国西部モンゴルチベットを歴訪し、その結果1893年に王立地理学会の金メダルを受賞した。ロックヒルは探検の成果をスミソニアン博物館に寄贈した。チベット学者としてロックヒルはチベット語版のウダーナバルガを翻訳した。1884年ロックヒルは チベットオクラ行をもとに、仏陀の生涯を英語に翻訳して出版した。ロックヒルは1894年から1896年まで、第三国務次官補を、1896年から1897年まで、国務次官補を務めた。そして1898年から1899年までは、ギリシャ、ルーマニア、および、 セルビアにおいて合衆国特命全権公使を務めた。この時、ロックヒルはギリシャのアテネを駐在地とした。1900年、んでギワダ団の乱が発生した際、ロックヒルは合衆国の特派員として北京に赴いた。その後1905年から1909年まで、ロックヒルは死んで特命全権公使を務めた。この時、 ロックヒルが収集した希少な中国美術品は合衆国議会図書館に収蔵されている。1908年に亡命中のダライラマ13世と会談した。ロックヒルは1909年から1911年まで中ロシア大使を、1911年から1913年まで中オスマン帝国大使を務めた。ロックヒルは1914年にハワイのホノルルで死去した。 ロックヒルの遺体は、コネチカット州リッチフィールドのイースト墓地に埋葬された。ありがとうございます。